はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様ご夫妻、メタル様、オニョヘイ様、ササピー様、カズサノスケ様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度も何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴いたします。靴沢はいい年をしてアーニャ飴を買ってしまう。普段飴なんか買わないのにね、もらったのは食いますけど、デモの時にね、ももちゃんに飴もらっちゃいました。それはバリバリとむさぶり食ってしまったんですけれども、悪辣な資本家ブルジュアジーに操られてしまっているなぁ。こんなことでコロリと騙されて金出してしまうのだから操られておるなぁ。資本家は敵だとは言いませんけれども、ブルジョワ粉砕とかは言いませんけれどもね。厚労省年金保険料の支払い期間を現在の20歳から60歳の40年間から65歳まで45年間に延長する方針、2025年度国会に関連法案提出を目指すそうであります。まあ20歳からたとえ学生でも払えつって親に払わせてんだよね。多少問題になりましたけれども、世論です。法ら始まった。そのうち75歳まで。まず必要な事態の事業の無駄遣いやめてよ。法らやっぱりこんな話出てきた。やっぱりゴールポストを後ろにずらしてきた。年金減額する一方だし、詐欺。なんかむしろね、実質65歳が、定年が、定着してきたのに、なんで支払いは60歳までなのかなーって、私は思っておりました。公務員もね、一応60で辞めんですけど、関連部署に再就職して、65歳まで働くっていう風になってるみたいであります。よっぽど出来が悪い。よっぽどダメな公務員は、その再就職先で、がなくて、まあ、浪人しちゃうらしいんですけどね。多分ですけど、将来的に70歳定年ってなりますよ。高齢者の定義も70歳から、でですね、都営バスが、65歳から安いんですけど、無料になったりするんですけど、場所によっては、これも70歳からね、高齢者は70歳からね、60代は高齢者じゃないってことにしましょうね。っていう風になっと思います。私の感ですけど、後期高齢者は現在の75歳から80歳になるんでしょうね。医療費ですか、2割は80歳からってなるんじゃないかなって思っております。そうすればね、人口減による労働者人口減少をカバーできるし、つまりですね、まあ、22歳から70歳まで働かして、まあ、48年間働くっていうことになるのかな。そして労働者人口多少増えるじゃないですか。年金財源も節約できるし、年金支給も70歳からね、ってすればですね、短くすれば。将来的にはきっとそうなりますよ。昨日お会いしてきたですね、弁護士先生、80代なんですけど、若々しくて、頭脳明晰で、羨ましい。個人差ありますけれども、私は何歳になっても働いていたい方なんで、70歳定年になってもですね、ブツブツ言わない方です。だって今の60代、昔と違って若いもん、若々しいもん。杖なくてもスタスタ歩ける人ほとんどでしょ。綺麗な女性も多いしね、60代つってもね。60歳定年が法的に決まったのが1994年。その時のですね、男性の平均寿命は76歳でした。60歳は76歳の 79% でした。現在は実質65歳定年じゃないですか。で、今の平均寿命はですね、81歳なんですよ。65歳は81歳の 80.2% で、だいたい合ってますね。人生の、っていうか、平均寿命の8割定年っていう風にした方がいいのかな。では、70歳定年が人生の約8割になるためには、男性の平均寿命は87歳。っていうのが必要なんですけれども、私、今後は平均寿命下がっていくんじゃないかって思ってます。粗食じゃなかった戦後生まれは戦前生まれほど長生きできないんじゃないかと思ってます。私ら世代はね、まあ、50代は生まれた時から添加物食ってますしね、あらゆる動物実験で判明してるですね、粗食の方が長生き。これは老化遺伝子が
細胞内ミトコンドリアにあることが判明してまして、ミトコンドリアっていうのは何してる場所かっていうと、カロリーを酸素で燃焼させて生体エネルギーを生み出す場所であります。パラサイトイブなんていうあの映画ゲームありましたけれども、エネルギーを生み出すとこで、そこが暴走して人が燃えちゃったりなんていう、そういうホラーでした。粗食は長生きじゃなくてですね、一生で生み出せるエネルギー量は決まってる、イコール一生で食えるカロリーは決まってると、とも言える。だからあのドガ食いしたり、あの過剰にカロリー摂取したりなんかすると早死にする、太った人って真冬でも汗かいてたりするじゃないですか、汗かき、それはあのカロリー燃焼が多くて熱が多く発生してるからですね。なのであの戦後生まれが主流になる今後はですね、平均寿命は下がってくると思っております。異論は認めます。現在基礎年金は、保険料が 16,520 円、これを40年間納めると65歳から月額 66,000 円受け取れるってなるんですけれども、平均寿命が今81歳ですから男性の場合ね、だったらあの16年間もらえることになるのか、 16,000 円を40年間納めると66,000 円を16年間もらえると。40年間投資、株とかに投資してた方が得なんじゃないのかな、ちょっと思います、割と思います。もちろんね、あの60歳まで払って61歳で投げても全く戻ってこないです全然戻ってこないです。保険だから、あ、年金保険料って名前、保険は長生きしちゃった時のために、備えての保険ってことですね。全くもらえず亡くなった場合ですね、まあ、自動車保険で払ってたけど無事故で満期を迎えてですね、それでも保険料は全然返ってこないっていう理屈みたいだな。昔は年金割とルーズでですね、払わなくても罰則とかはなかったんですけれども、今は税金扱いです。滞納するとですね、普通に差し押さえとかもあるようです。集めた金を年金機構が運用してですね、運用方法に政府は口出しできないっていう立て付けなんですけれども、むしろズブズブの方がいいんだねのこれ、政府が情報を上げて、運用したら損しこねんだねの、今度丸々業界に有利な法律できっから、よっしゃーその業界の株買ったろうって、こういうこともできるわけで、むしろズブズブの方が儲かんじゃねえか。で、年金額も多く出せんじゃねえのかな。私は疑問に思っております。最近頑張ってる講談社、フラッシュ記事、支持率低下に増税メガネ、俺は減税までしてやったのに、と周囲に漏らして国民を逆恨みしてるそうであります。本当か嘘かはわかりません。自民党関係者の話として、減税してやったのに、支持率低下、って逆恨み。世論です。税金を自分の金だと思ってる心理だな。逆恨み、クソみたいな。減税じゃなくて、実質過払い分の償還ですよね。増税逆切れクソメガネ。減税メガネと言われたかった岸田であった。脳内関係者か。手取り増えないと実感できんもん。給付金、補助金とか一時支援の政策ばっか。してやったって、殿様がや。減税してないじゃん。何言ってんだよ。取りすぎた税金を、返還してるだけでね。グレー金利の過払い金返還と何が違うのか。これ返還ミスしちゃったな。返還っていう字。全然減税してないですからね。過払い金が、を戻してるだけ。減税してない。所得税、定額、減税4万円と4万円現金給付の何が違うのかっていう、どうしてもあの減税メガネと呼ばれたかったっていうのはわかりますけれども、この奇弁メガネですね、奇弁、所得税減税しました、減税メガネと呼んでください。そんなの奇弁だ、取りすぎたやつただ返しただけ、やっぱり、いう話でね。媒体利用実態調査実施、調査対象は20歳から59歳の有職者、無職の人は除きます。テレビ持ってる 65.4%、持ってない 32.3%、微妙に数があれですけど、無回答とかあったのかな。持ってるがテレビ番組はほぼ見ない 30.1%、テレビ画面でネット見てんでしょうね、こういう人はね。普段利用している媒体はネット 85.5%、テレビ 50.9%、76.0% がテレビ離れを実感だそうであります。世論です。子供4人いるが、去年テレビ壊れてからテレビ買おうとも思わない。
小学生の間でテレビの話題が出ることはないってさ、子供が小学生なんですかね、この人は。テレビでプライムビデオとかネットフリとか見てんじゃねえの。テレビにファイヤースティック、つないで動画配信ばっか見てる。NHK、テレビがオワコンなんでネットから受信料徴収しますね。芸人だの、コメンテーターだの、俳優だの、見たくない人間が多すぎる。芸人に飯食わせる番組しかやってない。小学生レベルのクイズ番組、歌番組、ネット動画垂れ流し、笑えないお笑い。どの曲もこんなのばっかと。子供はマジで地上波見ない。今後はテレビの台数自体が先細り。だから焦ってネットから金取ろうとしてる NHK と。持ってないっていうのが3割ですか。いいことだ。私もその中に含まれるな。もう20年近くテレビありません。テレビがあると、見せつけられて、商品を見せつけられて、つい欲しくなってって、無駄遣い、資本家ブルジョワジーのいいようにされてしまいますから、見ない方がいいです。子供は全然見ない。そうなんで、今後4割、5割って増えていくでしょうね。とうとう誰もテレビないっていう時代になっかもしんない。だってつまんないしね、番組。通算10回目の NHK でも、もうテレビで報道さえしなければ、なかったことにできた時代は終了ですね。3割がテレビでんだから。7割、中、その3割はネットで情報を得てるわけだしね。今日の単身です。木原誠二前官房副長官の妻の前夫が不審死した件を遺族が殺人事件として刑事告発、大塚署がこれを受理。大塚署、文京区かな。受理しても捜査するとは限りませんが、捜査しても何か出てくるとは限りませんが、まあ一応受理したっていうニュースですね。頭が悪いことで有名な立憲安住淳。立教連携で全選挙区で候補を一本化できれば政権交代できる。支持率 4% と 2.3% が何か言ってんなぁ。頭が悪いことで有名な立憲安住淳。立教連携に批判もありますが、という産経の質問に、連携されちゃ都合悪いからでしょ。と、ドヤ顔で答える。自己認識と現実認識がちゃんとできてる人は、パイオニアなんかやってられませんね。パイオニア向きませんね。秋田市市街地にまた熊出現。81歳、82歳、83歳、16歳女性を次々襲い、怪我させる。死亡者はなし。襲撃現場を目撃した港屋刑事さん、66歳、ギャーというすごい声を出しながら若い女性が逃げてたんですよ。と取材に答える。その1時間後、港屋さんが熊に襲われ、頭や顔に大怪我、自宅で襲われたって、後ろから倒されて、顔と頭ばかりを攻撃された。こってすごい声出しながら噛みついてくる。死ぬと思った。撃たれた熊がかわいそうって連中はですね、熊引き取って自分家での庭で飼え、こうって言いながら、かじってくれるからね。佐竹秋田県知事、とにかく見つけたらすぐ撃つ。それが被害防止に一番効果的。熊との徹底抗戦を宣言。東京都町田市の青少年施設で熊一頭が目撃され、イベント中止に。とうとう都内にも熊が。くまった、くまった。これ、テレビ局員とかが襲われたら大騒ぎなんでしょうね、もっとね。三菱自動車、中国からの撤退を正式発表。現地法人は売却だそう。ただ取られて、ただ逃げてくんだな。進出する前に、こうなることは分かってましたよね。私たちは。撤退が発表になってから、株価爆上がり。神戸市のとある学校で、パイオ教師どもが、外国人に参政権がないのは差別。っていうプリントを配布、問題化。市教育委員会、外国人に参政権がないのは差別ではないと議会で答弁。区別だよね、区別。同時に今後こういうことがないように再発防止に努めるそうで、パヨ教師どもヤブヘビでしたね。このパヨ教師ども首にしてほしいけど、なんか罰してほしいけどね。稲田朋美、結婚前の姓を結婚後も使える婚姻前氏族証制度を作れと発言。それ、夫婦別姓と何が違うの？なんか言い換えでごまかそうとしてないか？この人もすっかりダメ人間になっちゃいましたね。静岡県西部の学校で男性教師56歳が授業中にポチンを連呼。女子学生たちがショックを受け、学校に来れなくなる。問題化する。指導した
校長の机を叩くなどして校長に反抗、停職1ヶ月の処分と、免職じゃねえのが甘いな、にしてもこの男に一体何が、校長に逆らってもポチンを連呼したいっていう気持ちが全然わからない、初めからおかしかったら56歳まで務まんないよな、つい最近狂気に飲まれたのか謎は深まるばかりであります。一体この男性教師に何が、どうしても校長に逆らってまでポチンを連呼したい理由とは何だ、全然わかんねえ。まあどうでもいいな。頭おかしくなっちゃったんだろうな、きっとな。というわけで、メール党員になって日本改革党をご支援ください。動画説明欄、もっと見るをクリックしてもらって、そちらからご登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。